皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はい、プラキチのね、雑なコメント返信やっていきましょうか。ちょっと多いから余計な前置きはなしで、はい、まず一人目、篠原さんですね。いつもありがとうございます。これはね、HG シャア専用ザク赤い水星バージョンの、動画に関してですね。これって確か最初に出た方にはザクマシンガンがなくて体感ライフルがついていましたよね。最初に出た方を持ってます。好みは分かれるかもしれませんが、144ザクの中ではこのオリジン版が一番出来がいいと感じています。ディテール、プロポーション、可動域、武装など文句の付けどころがないキットです。特に私が気に入っているのはバズデカで、これまでの144分の1のザクバズデカよりも二回り近く大きくてかっこいいです。単品でバズデカだけ集めたいから気に入ってました。はい、僕最初出た時にね、このオリジン版のシャアだけ、これ出ちゃったらもうリバイブ、トームアートかなと思ったんですよ。まあ確かにかっこいいし、関節の作りとか細かいディテールはね、RE より上なんですよ。オリジン版のプラモ、ガンプラってね、RE より全然緻密なんだけど、なんかスタイルがちょっとあまりにも原作からかけ離れてるから、原作っていうか俺の知ってる、オリジンとかじゃなくて、元のね、ファーストとかけ離れちゃってて、ちょっとあんまね、食いつけなかったんだけど、旧ザクが好きじゃん。で、旧ザクのキットをね、2個買ったらね、このオリジンのキットに対する価値観が変わって、このね、シャアザクもね、非常に出来がいいと思ってて、買いですね、これは買い。まあ、アニメのね、戦闘シーンがその CG なのがちょっとあれなんだけど、でも、キットの出来はね、非常にいいですよ。まあ、僕はシャアザクもいいんですけど、まあ、武器もね、非常にいいですよね。ただ、僕はやっぱこの旧ザク、惜しいっすね。オリジンはやっぱ旧ザクのキット。特にデニムスレンダー機がいいですね。コスパもいいからね。シャア専用ザク1はね、シールドが付いてるだけで、武器がね、マシンガンとヒートホークしかなくてね、バズかったっけ？コスパで言ったら、同じ価格だったら、ザク1、スレンダー&デニム機を買った方がいいですね。ぶっちゃけシャア専用ザク1は、コスパ悪いっす。はい。また、あれ、篠原さんですね。これは旧キット GB01 についてですね。パーツのボリューム感は HC よりも旧キットの方が好きです。このキット、作機までした状態で放置しているものがあります。はい、俺と一緒ですね。腹部と太ももが短いんですよね。まあ、ここだよね。ここが寸止まり感があるんだよね。かなり改造しました。肩の前スイング、腹部を延長、太ももを延長、股関節を T 字ランナーで自作したものに変更。足首をボールジョイントか、ハンドパーツか、形状変更などなど。まあそうっすね、これ顔がね、唯一原作に近いんですよね。この旧キット。あと胸周りもね、悪くないですね。胸周りと顔は悪くないですね。他がダメなんだね。ぶっちゃけ HGUC よりはるかにこっちの方がね、アニメに近いですね。はい。続きまして、また篠原さんですね。これギャンコに関してですね。当時はビルド系ほとんどスルーしていたので、買わずに来てしまいましたが、チャンスがあれば買いたいです。はい。買ってください。非常にね、これ目の構造は古いんだけど、出来は非常にいいです。造形もいいです。ニャンコはね、僕押してるんでね。はい。次、ラーメンパーマさん。オリジンシリーズのキットは HG の中でも抜群に完成度が高いですね。箱絵は CG よりも手書きの方がいいですね。これはさっきも言った HG シャア専用ザク赤い水星バージョンについてですね。そうなんだよね。手書きがいいんだけど、手書きだと、金かかっちゃうんですよね。依頼するのに。今 AI もあるしね。ただね、パッケージで、掛け替えっていうのをね、俺たちはするからね、あんま最近のね、推薦免除のマズとかもそうなんだけど、まあ、最近のシードもそうなんだけど、みんなパッケージかっこいいかっこいいって押してるけど、まあ、確かにかっこいいんだけど、かっこ悪くはないんだけど、やっぱMSV 直撃世代というかさ、あの辺で俺たち狙われちゃってるから、やっぱ今の箱絵はちょっと抵抗ありますね。はい、続きまして、サダビーさんですね。これもHG シャア専用ザク、赤い水星バージョンに関してですね。箱の絵柄ってアニメや設定画をもとに絵師さんが書かれていたんですよね。つまり当時はアニメなどの媒体が先に来て、プラモ化だったわけですが、現在はプラモ化を前提として映像作品に
登場する感じで箱絵もプラモとして立体化されるもの、カッコされたものをトレースする形で描かれているので、よく言えば現在の箱絵は2次元と3次元の構造に差異のない整合性の取れたデザインと言えますが、描く人の癖や個性みたいなものが強く反映される昔の箱絵の方が味わいましたね。そうですね。まあ MSV なんか最高だしね。ぶっちゃけ MSV のあれ画集出ねえかなと思って、画集出たら買うよ俺。たまにあれ見てるだけでなんだろう、飯が食えるというか、あの一枚の絵の中にすげえドラマがあるよね。ポケセンもいいけど、ポケセンと MSV だとどっちだろう。まあ種類少ないけどポケセンの方がいいかな。ポケセンのパッケージだと最高だよね、あれ。アートアート、ポケセンと MSV のなんか画集出ねえかな、画集っていうかあのパッケージアート集みたいな本買うからね、実はね。またソラリさんですね。ビルド系のビブラって結構出てるんですね。これギャンコについてね。ギャンコはまだ持ってませんが、フミナパイセンはアクセスエンジェルのやつを持ってます。当時はそこまで興味なかったんですが、最近のバンダイのビブラはかなりクオリティ高くなってきてますね。そうなんですよ。信じらんねえぐらいクオリティ高くて、俺の体感的に小道武器屋さんのキットは結構余ってきてる気がする。小道武器屋さんのキットが余ってきてるのは、みんなあのバンダイさんの安いビプラに移動してんのかなって気がします、俺の体感的にはね。はい、続きまして、あのね、3601さんですね。なんかアマゾンズのアイコンですけど、初コメかな。3601さん、これも HG シャア専用ザク赤い水星バージョンについてですね。オリジンは富野さんと違う価値観を持つ安彦さんが描きたいままに描いた世界なので、ファーストとは別物です。逆者の前日談は小説版のハイマストーリーで描かれていて、あ、ハイストリマーで描かれていて、最近 UCN ゲージ内で一番アニメ化されたいと掘り下げられました。なんかちゃんとしたなんかその何、まあ OVA でもいいけど、なんかね、ちゃんとした媒体でやってほしいですよね。そのゲームとかじゃなくてさ、ちゃんとなんか映画だな、なんかガンダムの映像化ってさ、なかなかされづらいのがね。F91 を最後にずーっとさ、F91 が完全新作で、それ以降ってさ、ダブルオーまで絶対継ぎはぎ編集映画なのね。なんでその予算が出ないんだろうね、ガンダムってね。ゼータガンダムの劇場版もね、なんか、テレビアニメ1話分の予算とかなんとか言ってたような気がしたけど、本当かな。はい、続きまして、また篠原さんですね。コメント読み上げありがとうございます。秋田神かかっこクイーンマンサーやガーベルテテラをデザインされたことです。あ、秋田神かさん、クイーンマンサーやガーベルテテラをデザインされた方です。最近は MS 肖像をデザインされていて、いくつか完成品が発売されています。無印括弧 MG ソダビーは憲法などでももうなかなか買えませんが、っていうかもう買えないんじゃないですかね。中古で見組み立てのものならヤフオクでまだ見かけます。無印 MG ハイニューは中古でも見かけなくなってきましたね。まあ無印のね、まあハイニューはぶっちゃけいらないんですよね、あれ。バージョン過渡期で十分ですかね。バージョン過渡期が出ると無印あんま出さないんですかね。ニューガンダムとサダビに関してはかっこいいのですが、バージョン KA はディテールが行き過ぎているので他の同スケールのキットと並べにくい気がします。瓦礫のジオのライフルはボリュームがあってかっこいいですね。ライフルだけ型取りして複製しようかな。モビルアーマーは戦艦などと同じくくりで EX モデルという単色成形で高額なキットになるのでしょうか、それとも今ならプレイ版で独占販売か。まあ EX モデルってあれ、単色成形でなんだろう、インジェクションガレージキットみたいなニュアンス で出されちゃうんですかね。数もあんま出ない分高額になっちゃうけど、でも出来いいよね、あれね、あのシリーズね。アーガマ買おうかな。それにしてもあれですね、そう、もう実はさ、アナウンスがないだけで絶版のキットって結構あるんじゃね。絶版のキット実はあるんじゃね。サイレント絶版ってやつ、実情絶版みたいな。だって無印サザビーさ、MG のね、無印サザビーだってもう、どんだけ見てねえよ。どんだけ見てねえ。あと無印のニューガンダムとか、
無印 MG ニューガンダムとかさ、もう実質絶版じゃないの、もうアナウンスがないだけでサイレント絶版じゃん。うん。でもあれなんですかね、たまにガンベとかでさ、あの独占販売というか独占再販すると一応絶版じゃないってことになっちゃうんですかね。実情一般販売の絶版じゃねえのこれってね。はい。続きまして、サワビーさんですね。コメント読み上げ感謝です。コアワークスです。国産メーカーではなく、海外のガレージ来たメーカーで、おそらく、無判件、かっこ笑いなのですが、抜群に出来がいいです。見てみたいですかね。同じコアワークスから100分の1ハイニューも出ていましたが、無印のハイニューのデザインが微妙だったこともあり、バージョン過渡期が出るまではコアワークス製のハイニューが試行と言われてました。プロポーションは昔のガレキとも、無印 MG とも異なり、ボンキューポンみたいな出るところは、突き出ていて、絞るところは引き締まっているメタルビルドっぽい尖った感じのデザインです。まあ、尖ったデザインが好きなんだよね。うん。HGUC のね、ニューガンダムかっこいいんだけど、なんかなっていう、なんか綺麗にまとまりすぎちゃってて、なんならキューキットの144のニューガンダムの方が好きっすね。好きっていうか、劇中に近い。はい。コアワークス製のサービーや、ハイニューが必ずしも万人が求める正解ではないのかもしれませんが、少なくとも、正規品として発売されたキットの、これじゃない感を押しのけるほどのポテンシャルを持っています。1990年代後半から2000年代初頭にかけて、伊豆口さんのデザインを家族さんのリファインが自然な人型に近づけるために、ボリュームを削ぎ落として細身なデザインになっている傾向が強かったのに対し、それに反発するかのように、コアワーク製の瓦礫では、ボリューム感と尖ったプロポーションを追求するデザインで立体化されてました。みんなが求めてるのはこっちだろう的な感じで。いいじゃないですか。はい。もともとそれをデザインした正規の人がかっこ悪くリファインしてしまい、ファンが求めるものではなかった場合、それに対して新たな最適解を見出すのは、より理想的なイメージを形にする力を持った正規品でない誰か、かっこ個人でしかないと思うんですよ。スバターさんがよくおっしゃるように、一昔前までは本当にかっこいい立体物は外力でしか手に入らなかったという話を裏付ける事実ですね。そうですね。今はん、何これ、ちょっと分かんないですけどね。 EVOLVE5 版のニューガンダムが欲しい。これゲームですかね。加藤さんがデザインしたんですかね。 CG アニメのためにデザインしたバージョン K の前身ともいけない。知らないですよね。ガレキでしか立体はされておらず、おそらく今後もプラモ化の望みは薄いと思われるので、チャンスがあれば手に入れた一品です。知らないのはなんだこれ。まず調べてみっか。うん。いや、僕はね、なんか、加藤さんのデザインね、何でもかんでも加藤さんのがいいっていうわけじゃなくて、加藤信者じゃないんで、加藤さんがデザインしちゃうとね、元の良さも消えちゃう時があって、まあ俺の主観だけど、まあでも世の中はね、もう加藤さんのデザインがね、いいんすよ。うん。頭小さく、ね、足が長い、モデル体型というか、急投資みたいなのがいいんでしょうけど、それやられちゃうと困るデザインのモビルスーツもあるんで、まあ、何でもかんでも、加藤さんのがいいっていうふうに俺思ってないんで、うん。やっぱね、まあ、良くも悪くも無難ですよ、加藤さんのデザインは。大体の人がいいっていうよね、加藤さんのはね。で、やっぱね、ガレージキットの尖ったデザイン。まあ確かにジオの瓦礫はそうなんだけど、まあ家族さんのリファインと比べると、まあその、ややね、後ろ姿とかアンバランスな気もするし、ライフルもデカすぎて長すぎる気もするけど、でも俺はああいうね、尖ったデザインの方がね、飽きないんですよね。うん、家族さんのデザインってね、無難すぎて飽きちゃう時があって、うん、だってニューガンダム大好きな俺がさ、未だにノーマル版のニューガンダムの HGUC 買ってないですよ。なんかね、違うなと思っちゃって、なんか、劇中のニューガンダムじゃねえなと思っちゃって、HGUC がね。うん。で、まあ、ハードウェポンシステムは買ったんだけど、うん。まあ、違うな、みたいな。うん。キューキットの144が、一番なんかその劇中に近い気もするし、なんなら100分の1に関しては、伝説の2500円の100分の1の当時のね、ニューガンダムが100分の1の、まあ、最高傑作じゃないかと思ってるくらいなんで、うん、何でもかんでも加藤さんの方がいいとはちょっと僕思ってないんだけど、うん。まあ、物によりきりですかね。はい。まあ、そんな感じでね、ちょっと今日はこんな感じでね、終わりにします。いつもコメントありがとうございます。じゃあな。